こっちから行ってますね。おはようございます。ちょっと読み上げが今出ないんですよ。なんでだ？山元気あ、来だ。た。今ああ、日は接触不良大変だ。でよかったね。どこの接触通不信良制だ、こ度をれ。開始します。あ、あと大音変量でが上がっよてかっるようたな気ね。がする。山口銀行、クジラ資料いい館。ですね。オワコン番地はこちらですね、です。博物館的な屋内のやつは放送上ちょっと入りづらいんで、結構スルーするんですけどね。まあ、私がグッとくるやつだったら入るかもしれないってとこです。旅行、あ、ですね。おはようございます。完璧晴天ですよ。あれ、今ここダメですか？さっき出したつもりなんですけどね。ご座します。朝、今日もう暑いです。今ここ行ってないですか？グッときますか？私のグッとくるは結構特殊かもしれないです。あ、OK ですね。じゃあ、早速行きましょうか。今日は、充電できました。あ、ただちょっと充電一部失敗して、一番でかいバッテリーのへたってる方じゃなくて、へたってない方の充電を充電順序間違えて4分の3ぐらいしか充電できてない。まあ、それでも今日1日はおそらく大丈夫なんですけどね。問題は今日野宿したら明日どうなるかってことですね。ん、何忘れ？今日の服装、短パン半袖のみ。いや、下着のパンツも履いてますが、そんだけですね。今日も最初から上着は半袖ジャージ、アンダーなし。あ、曇ってないですね。そう、カメラバラして一晩乾かしとくとか言っときながらすっかり忘れてた。もう寒くないというか、日に当たってると暑いです。朝食はですね、さっきツイッター書いたんに写真載せたんですけど、記憶正しい朝ごはんから納豆を抜いて、納豆がなくてデザートがついて、あ、そうそう、中の人から弁償されてたんですよ、おととい。見落としてた。富士でございます。いちごと言ったら10個でもいちごですよ。マイナスすぎるか。そう、納豆がなかったですね。珍しいなと思って。でも天ぷらついてました、天ぷら。あ、出発でございます。元禄豆。元禄と言ったらじ、ん？アポ来たの？いや。あ、こっちか。あの、どうせですか、今の。今日の目的地は下関に向かうんですけど、そこまでは多分着かないです。あ、で、心旅の話は、心旅のプロデューサーさんですよね、あの人。ちょっと今朝気がついたんで、あんまり調べてないんですけど、おう、おはようございます。あの方は何て言うんだろう、TK3 さん。タクトーさんと書いてあるから、タクゾーさんって読むのかな、あの人は。海底トンネルまでは今日はつかないです。から、まあ、話が来たというか、単純にぜひ心旅見てくださいっていう内容だったんですけどね。BS 導入検討しますっていうふうに返事しときました。あ、これ川？川？昨日抜けた、どこに？しないくせに、いや、本当に言いたいんですけどね。橋。今これ国道に行かずに裏道通って国道に合流しようとしてます。ん？何がない？緑だと思います。あと風向きなんですよね。強風のなんとか注意報が出てたんで、それがどっち向き決まった、怖くて調べてない。いや、実際には面倒くさくて調べてない。教習所。ああ、自動車学校。あれか。で、その左手に見えるこれは水道施設かな。外で寝たいとこなんですけどね。せっかくキャンプ道具持ってきて まだ1回しか使ってないから。何のために持ってきたのか。あれかな、鍛えるためかな。ん？何の鹿児島？晴天？あ、おはようございます。うわ、昼にこういうとこ通りたかったな。あれか。ちょっと、鹿児島、いや、泊まるつもりではないんですけどね。
片島泊まるんだったらコットイとかで泊まりたいな。あれすごいな、すごいというかどれが店なんだあれ、あの登り方ってあの店、あの家か。で今手前でもなんか音がしてるんで、あんまり声出すと人聞こえ、普通に聞かれますけどね。普通の家ですね、いいな。うわこういうとこで昼飯食いて、よしょいいですね。皿うどん餃子、まあ普通の中華料理店なんでしょうけどね。多分内装も民家そのものじゃないかな。お、このハンガー、これはなんだろう、ハンガーが伸ばされてる。次枠の話って何でしょうか。ハンガーが大根を大根、なんでしょうね、なんだろう、鳥よけ、いやー罠でもなさそうだし、挨拶、あーちょっと今どうしようかなと思ったんですけどね。はあ、ハクビシみたいな顔した猫だ。あ、自動無料延長オンに、あれしたっけ、確認します。シルエットでわかりますよね。あまり逃げる気配なし。古い家、うん、まあ古いと言って一言で切り捨てていいのかわからないですけど、いいですよね。自動無料延長は青にしてました。お、逃げた、ダッシュで、と思ったら日陰に移動しただけか。ヤシの木がある、向こう見てる、止まった、あ、こっち止まりました、あの民宿に。大変よろしい民宿でした。食事がすごいですね、あそこは。だから昨日結構走って、おっとこっちかな、走った分以上に軽くカロリー取ってしまいました。基本的に残すことに罪悪感を覚える人間なんで、全部食ってしまいます、無理してても。あまり無理だったら残しますけどね。今日のアップダウンはどのぐらい体に響くかな。読み上げがされてないのか、切れたのか、ただコメントがないのか。あった、テストテストテスト、やっぱ接触悪いのかよ、この100均で買ってきたオーディオ延長ケーブル。確認しなさい。ん、また切れた。ん、どこだどこだ、危ないな、イカ略。接触不良。100均ショップがあったらまた探すか。1メートルかそのぐらいのこのオーディオ延長ケーブルの接触があるみたいですね。もしかしたら USB オーディオの方かもしれないですけどね。これも予備持っとかなきゃダメか。あ、これ左の道は、あ、行けますね。よし、また読み上げ、俺来てないのか、来てないのか。ああ、
でもここから先100均の店とかなさそうなんですよね。よっよっ。朝からトラブル。朝からトラブル。一個だけ読んでまた次が来ない。まあ最終的にはヘッドセットを持ってきてるんですけどね。呼びないの。ここのところかな。トラブル多すぎ。いやーこんな大したことないですよ。全然。あ、百均そうか。検索すればいいんだ。自分でも見てみます。ご判断ください。テストテスト。買えばよかったのに。行こう。ここ。濡れた、まあ影響あるかもしれないですね。あ、順天堂あるかも。1月から1月。国道行きます。今の声なんだ。なんかキョーンとかいう鳴き声が聞こえたけど、犬？声じゃないのかな今の。鳥だよ。鳥か。なんだ鳥か。じゃあ100均100均なさそうだな。しかし温まった。どうですかね。100均100均長門市駅の戻った方向にしかないですね。あ、ライコさんおはようございます。あと100均で検索するとですね、あの角島の近くにコットイ製氷所、コットイってのは特牛製氷所ってのがあります。なぜこれが100均として出る。まあちょっと今から駅まで、駅の反対側まで、それからさらに同じ距離向こうに行くのも嫌なんで、だましだまし行きます。前の、あ、ヘッドセットは持ってきてますよ。最終手段としてそれはできます。山口県どうなんだっけ。山口県は片耳イヤホンがどうこう言われそうな条例になってるんでしたっけ。あの、ね、都道府県によって全部違うんですよね。ヘッドセットは一応あります。音質も良くなります。その方が。今日はどこに泊まるの。今日泊まる場所が思いつかないんですよ。道の駅ないし、駅ね、しようにもん、マイク、いや、今問題になってるのはスピーカーから鳴らすため。あ、スピーカー言われない。まあ実際にそんな言われるっていう。あとは、あ、川棚温泉で風呂入るつもりなんですけど、70キロぐらいの地点の放送は多分明日の午前中ぐらいまでです。で明日午前中下関着いて、でそこから輪行で、あの福岡の実家に帰って、でそこで夕飯食って、で夜のスカイマークで、関東戻ります。明日結構忙しい。荷物も発送しなきゃいけないし、着いたところトラブル。読み上げがですね、物理的な線のどこかが顔だけです。装備自転車入れたら30キロ超えてるかもしれないですね。いや超えてないかな。関門海峡は押して渡れます。あ、渡るというかくぐれます。九州から、あ、そうそうそう、飛行機で使いマーク。まああとはちょっと、あの祖母に会ってくるというか、もうこっちのこと分かってるわけではないんですけど、一応また顔出しとこうと思って。向かい風かな今日、もしかして西風でしょうか。トンネルなんてあるんだ。そう、あの関門海峡人道トンネルってのあります。原付なんかも押して渡る、あの通れるみたいですね。全日空になりそうだね。てか 50cc 確かそこを押して通らなきゃ通る方法がなかったはず。あ、私今回船乗ろうと思ってます。前年末にあのトンネルですよね。あのトンネルは 2回くぐったことあるんで、フェリーまだないんですよ。なのでそっち側に大変な、
思った。今年実家、3回、いや2回目ですけど、あれ、あ、3回目だ、3回目だ、確かにそうだ。この間はあの祖母に今日はちょっと危なかったんで、いや祖母には会いますけど、まあ、今入院して施設に移るとこなんですけどね、 あまりプライベートなこと言わないでおこう、実家の親に怒られる。うん、そうなんですけどね、70キロ、いや今日角島ってとこ寄ってったら100キロ超えるんで、多分私はあの川棚温泉、川棚温泉って CM の文字列で覚えてるんですよ。川棚温泉なんとかホテル、何ホテルだっけ、福岡でよく CM やってる、ん、今日温泉、おー確かに綺麗、ツイッターでもなんかあの海が綺麗っていう情報もらったんですけど、川田のグランドホテルでしたっけ、うん、これはに、どれだ、あ、海の名前言うとまたなんかありそうだからやめとこう、名前だってどうだっていいじゃんって思うんですけど、なんでわざわざ、いややめとこう、わー海の匂いがすごい、海藻が打ち上げられてる匂いがする、響きなだ、あ、スカバーワン、確かもう一つか二つ向こうに行ったら湯、あれなんだっけ、油っていう文字が入る湾がありますよね、湯なんとか湾、湯なんとか湾、ん、今日のこと、いや、フラット、あ、まあでもベスフラットではあるかな、 100m 弱の上りがあちこちあるんですよ。あ、いらっしゃいませ、めちゃくちゃいい天気でございます。後悔する、本当かよ本当かよ、ん、何が登録して、めちゃくちゃ天気いいですよ、しかし車も多いな、ほんとサイクリング日和です、変えなよ。あ、私自分の名前は、せっかく親からもらった名前ではあるからな、そういう点でだけ。こちらは日に当たってじっとしてると暑いです、風を受けてるからまだいいけど、ん、何シリーズで、昨日より、あ、日焼け対策はしてます、あの日焼け止め塗ってます、薄く。ロバは本名ではないです、本名に聞こえるかもしれないんですけど、私は大学の時のあだ名をずっと使ってますね、ネットでも。工事、いや工事か、山陰本線でしたっけこれ、そうです、この線路沿いです、いらっしゃいませ、単線ですね、あと汽車だ、線路の上に電線がない、こっとい行ったら登んなきゃいけないんですけどね、でもやっぱり行ってみたくはあるかな、ん、川湯、うん、この先海側どうだっけ、ちょっと待ってください、この先分岐って、あ、そうです、海沿いのあの線路の方に来ますっていうのは意識合ってるかな、基本線路沿いです、アームカバー私はしてないですね、ん、東海、シーノキ峠、あ、線路の方もなんかありましたよね、黄色い、黄色って字が入る木、運転時期、あ、海沿いの海岸の、ん、何したい、私アームカバーとか、あとサングラスとか、あの箱ついてます、ほら今日もちょっと傾いてるかもしれないな、 GoPro 映像はなかなか平水平ならない、
この先右折、ああそうですそうです、木場と峠でしたっけ、多分乾いてるんだろうと思います。まあ今日は乾燥してるから心配しなくても良さそうですね。いいようですよ。おん、あそれか、ごめん、あそう店がない、少なくとも角島行ったら観光地だからなんかあるかなと思うんですけど、買っとかなきゃいかんな。確かセブンイレブンが、あセブンイレブンの国道の方だっけ、あ道の駅ある、あ違う道の駅じゃない、ソフトクリーム、ソフトクリーム、ゴープロ、うん今そうなんですよね。真ん中あたり、あれ行くにあたって結構アップダウンありますよね。頭部、多分これ転倒して地面に吸ったらもげると思います簡単に。今この状態だとまあ振っても大丈夫なんですけどね。あの接続箇所は柔らかいプラスチックなんで、うん、ヘルメットのカメラです、ウェブカメラと高画質録画用カメラ。あ木和戸って読むんですねこれ、右ですね、木和戸温泉、なんでイエローウェーブドアなんだろう、んリスド、お、いらっしゃいませ、はい、今日もガードレールは黄色いです、山口県だから。あ、これで海沿いの方はちょっと車減るな。これからもうちょっと静かになりますよ多分。あ、やっぱりセブンの車があっち行ったってことは、あっちにセブンイレブンがあるんだ、こっちじゃない、髪切りました、山口県だとあれ夏みかんでできてるからですじゃないというのは嘘にしても、夏みかんのイメージで色を黄色いしたっていうふうに聞きましたよ。ゴールデンウィーク、まあそれもでもこの道そもそもあの海沿いで他に道がないから、うん、あ、すいません、おう、いい景色、こっちからかな、カラダマシの王子とかいろいろついてる人いますからね。おいい感じ、ガードレール黄色い、あ、向こうに見え、向こう側に見えてるあの山が昨日夕日見たときに、夕日というか夕暮れの色見たときに、右手に見えてたあの山だ。あの夕日を隠してくれた山だ。線路いいですよね。電線がないから線路だけが見える。あ、撮影ポイント。多分これ、撮り鉄の人はここも当然押さえてるんですよね。夏に。うん。黄色い。人引きかけたこと、人とはないですね。自転車同士でぶつかったことはあって、その時は相手が口元怪我して、でまあ特に事故って扱いにはならなかったんですけどね。その時はまだママチャリ乗ってた頃でした。黄色い救急車、あれ黄色いんでしたっけ、精神科だっけ、いや違うか、黄色い救急車は別の話でしたっけ、前聞いたのに忘れたな。ドクターイエローとかの話が出た時にその話ありましたね。えってなんだ今ぶつかった虫、都市伝説ですか、黄色いやつ、クランボ合ってます、何か当たった、蜂よりもうちょっと大きな感じのものが当たりました。
急車は道路の検査をしてます。道路検査。それはあのドクターイエローと絡めての話か今のは。見たことないがあるのか。かなぶんかもしれない。あそこの先端にあるあの短縮したひょっこりひょうたん島みたいなのなんだ。10キロペースによると思いますよ。かなりというか、そうですね、まだ風そんなに出てきてないな。強風警報は一体いつから。あの先の方になんかあるんですよ、変な形のやつが。多分これ GoPro で動画にした時には今撮った写真をパシャッと 音を入れて、ん、あ、オートフォーカスかかってる。アフ。でもオートフォーカスで普通に打つとカスが引っかかって NG は NG にされてしまいます。これで無風になりました。無風。よし。ちょっとケーブルがなんか妙に、ね、今日は余ってるな。ケーブルが新島。あれがじゃあ、あれが近江島なのか。でかいですね。うん、フォークス。これまた引っ張ったらスピーカーが断線しそう。スピーカーにつながるケーブルか。先っぽアフで。アフ解除。アフで。オートフォーカス解除いたしました。GoPro って外部電源で動かしているんですか。あ、そう、外部電源です。じゃないとあの2時間半しか持たないはずなので、2時間ちょいだったかな、実際やってみたら。と。でこれ外部給電しとけば丸1日、32ギガの SD カードで 720p って上から2番目の解像度で録画して7時間ちょい持ちます。天気いいな、走ってこようかな。天気いいですよって、どこでしょうか。山口県のこっちは天気いいです。バッテリー重いですね。給電車が、いや、こっちの道はあのメインじゃないからだと思います。海沿いの方の道は電力、あ、回生ブレーキ的なものは欲しいですね。おお、なんかちょっと変わった感じ。あと長崎市営住宅っていうのは一体どういうことなんですかね。長崎市ってのがこっちにもあるわけじゃないですよね。回線4までです。あ、上りはどこかあるはずですよ。結構急勾配があったんじゃないかな。そうや、そうそう、なんか独特のシルエット。足首があのルパン並みに細い女の子。そう、放送見るためになんか束縛してるのは長崎市でも市営って書いてありましたよね。ゴープロありますね。3D のシステム。いらっしゃいませ。あ、さくらさん、昨日ありがとうございました。いい宿でした。味もあるし、あの食事もすごく良かったです。で、なんか長期滞在の人たちが一組いて、家族連れが一組で、あともう何組か入ってたな。結構、そう、大好きでございました。大好物でございました。え、下関市まだ入ってないじゃないですか。魔術師。あ、延長詐欺か、そろそろ9時半になったらあの終了って出る可能性が高いんですが、続いてるはずなので、あの30秒から1分ほど待って、1分ほどお待ちいただいてからリロードしてみてください。魔術師、これいけるな。昨日の食事良かったですよ。裏道なんて、なんて言うんだろうな、やっぱり。まただ。よいしょ。鯉のぼり。
接続。遅いな。来た。配信が終了しました。詐欺まがいの配信。あれれ、この時期にスイカが出てましたね。トムト出てましたね。トムト。やれやれ。トマトでございます。トマトっていうかトマトでも延長失敗でもなくて延長失敗詐欺でございました。いつものことです。私の配信ツールが環境のせいで、いや詐欺出てましたよ。相変わらず出てるだけです。またしました。さてじゃあ海沿いの集落のこの車が通らない方、安いですよね。沖縄だったらあれ驚かないけどな。沖縄やったら宿代食事代が、エコはなんかどうだろう、二窓開いたりしてるわけではないですかね。こっちからの放送でエコかかるのは今の配信環境だと多分ないので、多分ブラウザを開き直すと治るんじゃないかなと思うんですけどね。ハチエトンが意外とうるさいな。最初静かだと思ってたのに。延長失敗先から復帰しました。ちっちゃい。しかもなんか人のすっこりっぽい。スムーズに延長しないね。止まった。電波悪いのかな。そうこそ撫でられるかな。私あんまり猫に接触できたことないんですけど。どうして？あれ今できてないかな。あれ？声は大丈夫になりました。ニコゼロに変えたけど使いづらいから原宿に戻した。皆さん大好きな猫がいるのに。サギとトムトでテンションだだ下がりロボドン。あれ？いや今放送できてませんか。じゃあリロードで。リロード。あ、リロード。ぬこぬこ、リロード。朝食も美味しそうでしたね。朝食も美味しかったです。来てないかな。戻せるよ。アカウントの設定から。スピード的にもう来てると思うんですけどね。戻した。ダンボール色の猫。ダンボール色？ナナばあちゃんみたいな子だな。ダメですか？見えてます？あ、動いた。うん、車大丈夫かな？向こう？うん。はい。平和だな。微妙に逃げるな。これは一般赤。なる島フレンドみたいに投げてみようず。にゃー、放送 OK です。あ、OK ですか？見せられた。わら、ニコニコは解約しかしない。飼い猫かな？飼い猫じゃないんじゃないですかね。尻尾太いな。猫でも逃げられてる。招き猫。逃げられた。なんか最初にヤーとか鳴いたからな、人懐っこいのかなと思ったら近づいたらそうでもなかったらしい。人懐っこいくないというか、私はやっぱダメみたいだ。ゆっくり逃げられましたね。よし。猫は電磁波を切って、あ、また弓上げが。にゃんこ追跡。それで猫に逃げられましたので先に進みます。列車の音。
そこ通るか。あれ、こっち来ないんだ。列車の音が聞こえたと思ったら急に遠ざかった。おっと、読み上げが、読み上げが、読み上げ厳しいな。今日いいお天気です。うん、あんまり吠えられてないですね。犬自体あまり見てないでした。お疲れ様です。あ、いや、黒猫だ、あっちの方か。石の今分からなかった。リムは缶組ホイールを買ってしまいました。リム自体はもう完全ダメになってたんで、ホイール組は昔自転車のメンテナンススクールってとこでいっぺんやってみたことあるけど、全然今覚えてない。でも手っ取り早く、やっぱり大人は金で解決。お花が綺麗なお庭のお家があった。お花が。せっかくだからこっちかな。これ取り。うん。ブレ、そうですね、回してみたとこ全然分かんなかったですね。漁村センター、際戸漁村センター。あ、消耗品。あれ、これ道か、道かなあ。あ、道ありますね。あ、すいません。フレームは持ちますよね。親の子もお金で焼く。お金で。お金で解決。金で解決ぶれない信念。うん。桜会チャリティ。いい街並み。いいですね。おばばしか歩いてない。おばばしか。なんか妙にアップダウンが。その多分、うん、お、この町か、先当たったの、もしかして。ん？大間橋？大間橋？エンジンしてないですね。落ち着きも、いや、ないんですよ。筋が綺麗ね。筋、あれ今あったっけ？多分目に入ったんだろうけど意識してなかった。それか瞬間的に忘れた。うん、センター。あ、私もこれセンター厳密に見たら出てないのかもしれないけど、分かってない。私ごときじゃ。かしわ餅食べてないですね。あ、すいません。おっと、もうそろそろ出た方がいいかな。ロボさんがお餅を食べてないなんて。もちろん。これは命だ。おはようございます。結局ダメか、もう。昨日のメニューで美味しかったのはコンビーフナス。コンビーフナス、あの肉、チーズシソ肉巻きフライがやたら美味しかったです。あの中では特に。何してるの。今ちょっと脅威を与えたかもしれないな、地元の方に。チーズシソ、あのチーズ何のチーズだったんだろう。なんか妙にうまかったんですよ。なんかフライものが好きって言うと、あの子供っぽい思考にな感じですけど、にしてもあのフライ美味しかった。おお、これがキバ、キワ、キワ、キワ、なんだっけ、キワド、キワド、キワド漁港でしたっけ。黄色い波のなんとか。言い方あれだけど、宿いっぱいでよかったね、
去年といっぱいでそうかもしれない。フグは食べましたよ、昨日の夜。キワドでいいんでしたよね。キワドでしたよね。よかった。キワド、キワド、ああ、キーワード、なるほど。それだと確かに覚えやすい。キワド、さて、こっからか。こっからだな。フグはあの普通のあのスーパーとかで売ってるパックみたいな感じのが出たんですけどね。でもそれしたてこそかかってるだろうに。なんで美味しいか教えましょう。それはおかみさんの愛情が。愛情が。お、バッタ。下関に市場あったね。下関に市場、市場かな。しかし市場が空いてる時間に通過するかどうか微妙ですね。カナとフグ。ああ。早くもハワーか、わら。ここが多分今日勾配では一番急なとこじゃなかったかな。イエローグア。イエローグア、グア。ははあ、ジャク。ジャク。やっぱり足にはそこそこ疲れ残ってるな。この間のしびれ湖に登った時ほどじゃないけど、キワド温泉交流センター、碧楽園、碧、道はこっちか。いってらっしゃいませ。いってらっしゃい。ああ、今日空気乾いてるから喉乾きそう。体は乾かないけど喉が乾く感じの。どれぐらいの距離走ってます？距離は初日40ぐらい、2日目70ぐらい、60か、昨日70ぐらいです。今日は下関まで100キロ以上あるんですけど、行けるところまで。で、川端温泉が、おう、あー、どっか見えるとこないかな。うん、隠れてる。さっき通ってきた漁港ですね。バ、BAA ですかね。なんだっけ、 BA だっけ。で、今みかんとか和歌山が有名だけど、昔は柑橘系だったら萩の周辺が有名だったという話でしたよね、コメントで。あれ、ユタニ、ユタニ、ああ、見え、ああ、なんだ、あの建物の邪魔だ。あれも石州瓦みたいですね。お、あれ、イソヒヨドリか。あ、イソヒヨドリだ。背が青くて腹が赤い、ちょっとくすんだ色だけど。電波も途切れ途切れ。電波、あ、とりあえず GoPro 向けに言うと今のイソヒヨドリでした。結構あちこちいますね。伊豆大島とか修善寺温泉でも見たことあるし。もう一度いい天気というか、結構暑くなってきました。坂登ってると、あれ、
これ登ってるはずなのに一時的な下りかな。これはあ、そうだ、湯屋だ。湯屋湾ってのがこの先にあるんだ。これか。柑橘の、ああちょっとそこまではさすがに分かんなかったですけど、あのバイクはツーリングかな。後ろの荷物わかる。でもないか。今コツって聞こえた。じゃあ今電波来てるのか。接触が、小鳥に反応するね。小鳥に途切れ途切れだな。植物や鳥に詳しいじいさん、番組終わったね。終わったねで、また切れたかな。古そうな家が多いね。古そうな、うん。さっきの通ってきたのは漁村ですね。夜は怖そうだな。夜は、ああ、一応でも街灯はありますね。少ないけど。なんてダメだ。どこなんだろうこれ。本当に切れてるのは。そもそも配信できてるかどうかは、あ、言ってますね。言ってるけど読み上げがの音が鳴らない。ウイス、まあ生放送じゃなくて動画として見た。うん、ラってなんだ今の。ラってラ、あ、待てよ。ちょっと今いいこと思いついたかもしれない。スピーカーをあのパソコンに直結して腰袋から鳴らしゃいいんじゃないだろうか。それで治るんだったら、でもダメだったら、あ、でもこれ聞こえないかな。腰で鳴らしたら。あのマイク1個一回切れます。男性対策今のじゃあどうだろう。あ、でもこれちょっと今端子の向きをくるっと回したんで、これで少しマシになるかも。でもないか。お、バス。あとはもうヘッドセットに戻すかなんですよね。
りあえずピークまで行ったらまた配線動かしてみます。タケノコ、あれ中身が、これが際戸峠だと思います。バイクの人がいる。きつい。あ、サビ重なる日。今回だけイヤホンにしてみようかな。イヤホンにしますかね。こんにちは。あれ、あそこのバイクの人は、ちょっとバイクの人に挨拶してから。オーバース。あ、今繋がってる状態だ、これで。あれ、もしかして車載かなんかの人かな。こんにちは。あ、いってらっしゃい。こんにちは。8番です。はい。座席番号8番です。8番。8番です。え、今そのリアルタイムで。家でパソコンつけてやってます。ね、あ、そうなんですか。あ、ありがとうございます。広島行ったんで。ね。霧。あ、東洋か。はい。あ、秋なんですね。ありがとうございます。あ、今そういえばまた忘れてたけど、顔はその状態で大丈夫ですかね。これで大丈夫です。大丈夫ですか。あれ、これ今ラグがあってまだ反応がないんですけど、コメントの方。ありがとうございます、わざわざ。え、この近くの、はい、お近くなんですか。近くです。あ、じゃあ一応お返しじゃないですけど、はい、いつもの儀式として趣味名刺を。すいません、ありがとうございます。まあ、公開してる情報以外載ってないんですけどね。あ、これの中から。あ、じゃあ、いただきます。それ長野県の伊那市ってとこです。はい、それも放送で行ったんですけどね。ああ、綺麗ですね。じゃあ早速このドリンクの方いただきます。これあれですよね、よく徹夜の時とかによく飲んでる。あ、そうだ、写真一枚いいですかね。公開するわけじゃないんですけど。あ、はい、せーの、やった、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあ早速いただきます。あ、これん、今読み上げが切れてるのかな、なのかもわからないな。円出てるな、すごいですね。今これかすかに聞こえると思うんですけど、タケノコの薄着。あ、本当、一応、あ、デコ車が、あ、
2、3分遅れで今来てますね。あ、2、3分、ええ、いただきます。そう、トツいただきました。今回の本当いろいろいただいてます。あちこちでありがとうございます、はい。ええ、あ、そうなんですか、はい、そう、今日は下関方向に行けるところまで行きます。はい、頑張ってたよね。ありがとうございます。じゃこれは後ろに、あ、すいません、荷物つけて、いや、あの全然これで簡単にくくりつけられるんですよ。あ、そうなんですね。すごい。そう、じゃあありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございました。あれ、読み上げが、これコメントがないのか読み上げが切れてるのかがわからん。一ついただきました。あ、そうだ、お名前聞き忘れてたな。今の昨日秋吉台の方にもお名前聞き、わー、風ー、よいしょ、サムアップ、サムアップ、ダメだ、残りゃん。たら、なんとか。うん、どこか分かれば固定するんだけど。最近、いや、前からですよ、結構。B。こうやって、こう、中にこう入れたら、角度的に消えてた。あ、映りました。あ、やっぱりこれ、ケーブルか。ケーブルの結び目をですね、バッグの中に入れて、端子から出てるケーブルの向きを変えたら今つながってるっぽい。いや、今まだこれでいけそうです。だから多分これケーブルの向きを固定してガムテープとかで固定すれば、もうで今リポディを飲んだので、リポディをストーカー、そういう小説があったんですよ、昔 SF が。さやか、青いバイクは確か前道志道の近くでも乗ってた人いたな、卒いただいた方で。バイクは乗せてもらう。ちょっと声が聞こえない、風で。これ西向きだからやっぱ今日西風なのか。行ければ、おお、ありがとうございます。ね、50件あったら嬉しい悲鳴ですね。ギャーとか言いますね。お、何役？風強え。でもこれもっと強くなるのかな、この後。注意報で、警報だか注意報だか出てたんで。バイクの方楽。ただ取り回していろいろ大変なところもありますよね。聞かなきゃ。リポディは後味独特ですね。これ何の味だっけ。なんかの味似てる。なんか駄菓子系のこういう味があった。バイクもと、何何何、進めなくなって嬉しい悲鳴。あれ、やっぱこれディレイラー調整がうまくいってないな。なんとかライダー出発しております。もしも、ロボさん700号車に転身、写真、あの、あちこちで、あの、立ち止まって写真撮るためには自転車がいいと思いますね。バイクでもまあ結構行けますかね。あの峠に登ってる途中に急に そこら辺に止まって、当時がディレイラー調整ほとんどできないです。ネジが2つあるからもう分かんなくなる。輪行は確かにできないですね。
そうだから北海道ツーリングとかはバイクはフェリーで渡るしか基本的にできないですよね。前空輸で来てた人もいたけど、あれ何万って言ったっけ、十何万だっけ、どこ走ってるか、山口県の長門市はもう出たんだっけ。バイクは事故ったら最悪。事故ったな。風強い。猫の人みんな空気読んで、外は枯れるから。右田洗浄時期って書いてありますね。どのぐらい距離あるのかな。結構アップダウンあるな。洗浄時期。洗浄時期までは。ロボさんはバイクに乗らないで自転車の購入。アップダウンひどい。洗浄時期。え？風が強いんですよ。まあ今日鈴の子。すいません、洗浄時期はここのはパス。岬の方に行ったら結構な往復距離とアップダウンになりそうですから。ですから。風が今日強風なんですよ。しかも向かい風っぽい。角島に行くまではずっと西なんでちょっと厳しい。赤、おはようございます。オレンジ色だ。おはようございます。リスナーの実家って何の設定ですか、それは。あとさっきの壁なんとかっていう地説明は、壁っていう地名なんですね。日置と書いて壁。自転車の方が努力してる風に見えるからいい。努力してる風に見えますよね。見えますよね。風、これで分かりますか。ちょっとこれやばいな。今日70キロどころか、川端の温泉に、あれ川端の温泉の目当ての温泉は夜9時まで、あと休憩室利用だったら20時までなんで、少しでもそこで充電しようと思ったら夕方6時ぐらいには着いておきたい。まあでも無理だな。まあ無理だな。どうする実家。いや、特に何点の風。 12って何すか。12って南西ってことは南に行き始めてもダメなのか。うわー、今日厳しいな。天気最高なのに。今日角島行くんですか。今日角島行く予定です。しかしこの風がずっと吹き続けたら行けるのかな。あ、おはようございます。あでも距離があんな進まなかったらフロードコにするかちょっと問題なんですけど、こっといで駅根とかできそうですね。無理せず。うん、あでも眠気は今日まだないです。大丈夫です。割と この旅行では眠れてる。角島に実家があるリスナーが止めてくれるんですよ。また虫が。ん、角島に実家が。ムササビみたいな感じで風の力で進みなよ。それあれですね、あの風上に向かって進むヨットみたいに、あの足場というか海面がないとダメですね。川端まで行かずに西長門リゾートホテルの温泉でいいんでない。西長門リゾートホテルはどこですか。そう離れてなさそうですが、とりあえず明日は午前中に下関までには着きたい。できれば11時ぐらいには着いてフェリーに乗って、あの小倉の方に渡って、そこからも速攻で臨港で実家に帰って。角島大橋から見えるホテルみたい。あ、角島大橋、なるほど。何の潮吹きが、竜宮。お、長飛
西長友も長門市なんですかね。だとしたら広いな、さすがに。風で涙が出てきた。小倉行きのフェリーに乗ろうと思ってます。前年末に行ったら、あの年末は運休だったんで、もし見つからない、それは探し方が足りない。何の道の駅で切れた。なんで切れた今。寄り道しなければ。吉見の、あ、こっちにもあるんですか。こっちにもというか。はあ、こっからは、こっからは。あ、ラグないですか。この六砂路右前方の、どれ？ん？今来たこの道があって、で、こうで、あっちか。六砂路、六砂路。多分こっち。古本広場。ああ、こういうとこ面白そうですね。なんか今集会所、集会みたいなのをやってるような張り紙がありましたけどね。で、今スッていった、切り切れたからまた。またか。いいよ。いいよ。私と走る。実際でも一緒走ったらどうですかね。とりあえず私本当に人にペース合わせないからな。前はもうちょっと気遣ってたと思うんですけどね。最近はもう一切人に合わせてない。あのこの間放送はしなかったんですけど、和田峠登った時も見事にもう最初、あのじゃあちょっと早い人は先に行っていただいてとか、完全に分離するようなこと言ってましたからね。完全にもうあなたたちとは走りません的な。あ、国道に合流するまでできるだけ裏道行こうと思って。この道新名はまだ小さくない？新名とは、大きいのもいるよ。大きいの、なんだなんだ、何の話。マイペース、そうですね。あの私はだいたいどういう場面でも一貫した態度を取ろうとはしているので、あの裏表が嫌みたいな、上面が嫌っていうような話と同じで、集合した途端に。そう、でも実際あの時は本当にあの走る人のレベルがというか、私と速い人たちのレベルが違いすぎたんで。だってあの一緒に走った人っていうのはですね、キャノンボールのあのバルさんとかですよ。ハツさんもそんなセッティング、どういうセッティング考えてんだ。まあ緩いってあの一応ツイッターで募集してる時には書いてましたけどね。でも無理だろう、レベルがちょっと違いすぎて。一部の人はあの時和田峠は練習できてて、一部はフィロさんっていう人の、四国に行かれ、もう5月過ぎたから行かれたんだったかな、の送別会の意味もあったんですよ。で、私は送別会の意味で行ったら、割と本気の人たちも、いや、本気じゃないんだろうな、あれは。じりじり。だから、さ、最後、どこ。あ、でも自炊道具も使いたいな、パスタまだ余ってるし。そう、昼の基準が違いすぎる。で、ここから国道合流して、みんな群れるの好きだな。一人だからいいんだよ。あれ？オリーブオイル、いや、特に持ち歩いてないですよ、オリーブオイル。あーと、これはもう一本北側の道の方がいいな。自分のルートいちいち指定しながら走ってますね。お遍路、いや、というわけではないと思うんですけど、もう一本北側の道行こう。
チャリで。それでも絶対速いですよね。そうそう、一人で走るのが楽しいっていうのはいいんですよ。ただ集団で走るのも楽しいっていうのもあるんで、お互い否定してしか始まらないんですよね。始まらない。何が？皆さん、河原そばってうまいと思いますか？今回は千住市には行かないのですね。千住市、ちょっと往復で時間かかりそうだったので、スルーしました。ちょっとここの歩道を走ってるとまた問題ありそうだけど、あ、セブンだ。セブンだったらケーブルあるかな。セブンに延長ケーブル売ってるかな。うん。そっか。おう。あとは買い出しもしとこう。昼飯用、補給用。じゃあどっかでパスタ作りますかね。昼飯は。余ったパスタで。セブン、セブン。同じような、うん、互いに無理しないペースで走れたらいいんですけどね。相手に合わせるの努力が必要ないようなレベルだと。でもそれだとレベルが違う人は走るなってことになるな。何言ってるのよ。ケーブル見たこと確かに私もないような。疲れる、うん、そうなんですよね。本当無理するとすんごい疲れる。ナイス。土ってことですね。じゃあ私は買い物していきますんで。なるほど。ああ、じゃあ買い情報、ピース店。じゃあ買い物いろいろしてきますんで、ちょっと時間かかりそうです。延長の延長時間は、あ、まだ大丈夫ですね。ちょっと10分ぐらいかかるかもしれません。私は悩むのでよく。じゃあ線路の方見ててください。あ、でもこれ風飛びそうだな。怖いな。下置いとくか。ちょっと落ちそうなんで地面、地べたに置きました。じゃあ行ってきます。ちゃんとここに置いてます。ロボさん走るの早いからな。いつまぶし食べたい。軽量化も含めて10分です。あ、ダメ、これも落ちるな。今 iPhone で画面チェックしたらいまいち面白い絵じゃないですね。
や、だいぶ待たせることになりそうなんで。まあ仕方がない。じゃあこれで行ってきます。
まだやっぱりそのうち風がない、まだ吹いてなかっただけなのか。あ、延長できました。よし、買ってきました、いろいろと。よし、つけタイム、ちょっと待ってくださいね。よし、ブリーフ1枚でリラックスして視聴してます。いらっしゃいませ、ブリーフの人。ブリーフマン。ですね。とりあえずもうパスタはこれで、カット野菜とかがあったらまたスープやりたかったんですけど、これ。あとこれ一昨日も買った野菜なんですけど、今日は生でいただこうかと思ってます。どこで茹でる？どこかで。公園とかあったらいいですね。あと足りないと思うので、私が好きなお好み焼きパン。これパンって言えるんですかね。焼きそばプラスクレープだろ、これ。昼飯です。これをどっかで作ります。
まだ10時半ですよね。でこれをさっきあの私の方にいただいたものと一緒に、うん、入れるせいと思ってます。プライベートブランドですね。そう、スープ今日は今朝してきたんで大丈夫です。タラスパ、タラスパ2種類あったうちの高い方のパスタソース買ってきました。よし、ケーブル、あ、そうそう、ケーブルなかったです。やっぱりイヤホンしか置いてないですね。私も見た覚えないので、セブンイレブンでイヤホンの延長ケーブルとか、多分あの100均に限らず大きめのスーパーみたいなのがあったら置いてある可能性はあるかなと思うんですけどね。お、あれ、あそこにあの特殊の名前がある、ん、異北を、そう、コットイ、結構あれ地名として大きいんですね。駅名としてだけ局所的なものかと思ったら青看板に乗ってますよ。風強くて向かい風なんですよ。そう、ここは交通量多い。あ、いや待てよ、北に行こうとしてたんだから、少し先行けばスーパーとコメリある。ほう、ハロー、スーパーとコメリ、うん、まあとりあえずしばらくこれでいいか。だからこそのコンビニ出店か、うん、え、コンビニ出店、モンゲの残量は大丈夫、モンゲはあのバリバリです、買ったばかりなんで。ほら、ごっとい、ごっとい、無人販売所、無人販売所って、ほら、ほっとい、あ、ほらって読めないかな。思いました。教育オフにしてもらいます。いや、そのカメラ、あと69キロ69キロプラス角島です。徳盛り、徳盛り70キロで、角島寄るのでプラスどんぐらいだろう、まあでもプラス10キロはないぐらいですよね。待ってる間に電車見ました。ここら辺はまだ試してないのか、角島は上、ああ確かに角島は、上っていうのは何でしたっけ、上、左上に出っ張ってるところ、地図上ではこっとい、こっとい、あ、今の左の道はちょっとアップダウンあるな、うわぁ、ちょっと壇の浦は今回通らないんじゃなかったっけ、あ、佐藤、風厳しい、さっきの車は前の方で車がなんか U ターンかなんかしてたからです。向かい風ひどいよ今日、5、6時間今日も泊まりです。うわうわ、ゼブラ、危ないから避難的措置で歩道を通行します。いい天気です、アゲンストなんですよ、結構きついです、なんか12メートルっていう予報らしいですね、これから強くなるんだ、またそう、うん、明日、そうです、明日、関東戻りです。明日の夜、20何時だっけ、23時ぐらいに羽田空港着くんだったかな、だから下手したら終電逃します。その時はもう自転車でどっかから走って、で、明後日仕事でございます。お、お、下関の人いらっしゃいませ。そう、リスナーさんはかなりお行儀いい方だと思います、ニコ生基準で言うと。人によっては気持ち悪いと感じるかもしれないが、黄色いです。
帰り飛行機です。新幹線はですね、ゴールデンウィーク最終日の新幹線とか指定席取ったって自転車積めないんで、指定車両でも後ろの座席の背中側の隙間に人が入りますからね。もちろんあそこなんていうんだっけ、デッキもいっぱいで前それで冷や汗かいたことあります。本当にたまたまそのデッキの 一箇所の壁が開いてたんで、そこに自転車を置いてそこに自分も張り付いてなんとか乗れたんですけどね。あとは指定席取ったのに、その自転車置き場所がその状態で、指定席取ってんのに座れなかったりしましたね、途中まで。で、途中から行ったら、どこか知らない親子のお父さんがお子さんを私の席に座らせてました。で、結局その人たちが降りるまで知らんぷりしてましたけどね。まあ確かに、少なくとも次の駅までは空いてるのは確実だから座らせるのはわかるんですよ。私がその自転車袋を置いてこなきゃいけないからってんで、席にそのすぐに座れなかったっていうのが問題なんですけどね。いや、でもそれは座らせていいと思いますよ。だって普通どう考えたって、そこ次の駅まで空いてるんだから、次の停車駅まで。そう、飛行機とかと一緒で空いてる席がもう絶対次まで、次止まるまで埋まる可能性ほぼないっていう状態なんで。うん、スーパーでかいの、あ、この先ですか。滝根って地名は何か聞いたな。あ、風、次の駅、うん、結構待ったかな、うん、滝根今日のスタートは、長門市駅前ですけど、今回の旅行は3日前に津和野です。指定席ならしょうがない、指定席、いや指定席なんですけどね。何が可愛いの？ん？何が可愛い？下関に到着予定。下関は明日ですね、明日午前中ぐらいに目標にしてます。中華航空に乗ったら俺の席に台湾人が座ってた。台湾人ってわかるのか、見た目で。人生のゴールはどこでしょう。ゴールは未だ見えない。これなんだっけな。わわアジア系でも韓国とかなったらほとんど一緒ですよね。日本人と韓国人ぐらいだったら、日本人自身がそうなんだから、他の国の人が見て見分けがつくはずがない。なるほど、なんてね。ああ、連携が綺麗。正規、それもなんかまた偏見か。偏見って英語でなんて言うんだろう。カラードグラスか。うん。自転車の GPS はガーミン。アジア人見えると思いますよ。イエス、色眼鏡。滝根はコットイの次、ああ、あれか、内陸に入ったところか。結構登るんですよね。ブリッジ発電。あ、キャビンアテンダントか。あ、ね、うん。私は。この道、いや怖いってことじゃないんですけど、風が強いからな今日。ナロービューと隠れ家に住んでいます。ん？ナロービュー、ナロービューってなんか視野狭窄みたいですよね、そのままだと。ナロービュー、
今度は風です。これなければな、まあなくてもそれなりに暑くてきついけど、今日は今風が吹いてる分には暑さは少なくともだいぶ吹き飛ばされますね。あの空冷で、空冷しかし平地で少し稼ぐことできないな、距離を。うん、晴れてる方がやっぱいいです。雨降ってるよりは109倍ぐらいマシ。いや意味ないんですけどね、思いついただけで。 LP だはどうやらマイクロンが買う見込み。 LP だってメモリだっけ。そう、110倍ではないのは特に意味はないです。やはり思いついた数字を言っただけ。というか右側開けてるね、うん、右側ずっと田んぼです。あ、うん、田んぼか畑か、畑ですかね。おお、今日は なんか割と電波安定してるな。ずっと角島の橋はすごいみたいですね。角島の橋、なんか角島の橋押し多いな。さっきもなんか角島の橋を渡らなかったら一生後悔するって言われましたよ。そんなにすごいのか。まあ、とりあえず現地行ってみて納得するかええと思うのか。お、角島の橋は海外の画像サイトでも載ってたな。角島の、ね、へえ。あ、絶景なのか、橋そのものよりは。絶対に渡りなさい。珍しいな、今どき沈そうか。いや、あのパチンパチンっていうのもしかしたら切符を切る音ですか今の。切符って実際にパチンパチン切ったりしないんでしたっけ。なんか警官の人がパチパチ鳴らしてましたけど、切符を切るってああいうことではないのかな。捕まってたみたいです。橋も含めて意味ない。橋も含めて、見たことないんですよ。ネズミ夏、いやネズミ捕りじゃないっぽいですよ今。え、白バイだっけ。警官の人一人で、なんかいかにもっていう感じのつなぎつけましたね。捕まった人たちは稲妻の絵とか。あ、右側の道。あ、そうですね、スマート方面。まあ、あの見た目だけで言ってますけどね。湯屋、今ここですか。あ、油谷と書く湯屋ですね。湯屋湾があるところですよね。自転車の CBS、 さっきと全く同じ文字列だと思うけど、ガーミンのやつです。ガーミンのオレゴン300ってやつ。お、どこで曲がるんだ。これですね、これ。ふれあい通り。あー、いいですね、この道もまた車来ないから。私の道路、道のいいか悪いかの基準は橋割り型も車が来るか来ないかですから。ヘッドライト、額のあたりってことですかね。 GoPro は 100g ぐらいあるんで、ヘルメットの重心あの真ん中じゃないところだと結構引っ張られるんですよ、そっちに。あの前につければカメラじゃないヘルメットがこうグッと引き下げられるような感じになるし。陽気の墓が、え、接続、ね、島の方面、西長門リゾート。あ、この辺り、え、西長門リゾートホテルは角島ではなかったですか。さっきそう聞いたような。あれ、急に道が太くなってきた。あ、駅だ、古市駅。あれ違います。まあどっちでこの辺で止まると明日も下関まで着かない可能性が。ヘルメットの、そうそう、すごいですか。じゃあ楽しみしとこうかな、本当に。島の近く、ガーミンの機能を iPhone で大
対応はできないのですか。海が見えますね。ガミの機能 iPhone で、バッテリーの問題と、あれ止まる止まる、そうですね。なんかあの秩父の方にある駅名みたい、人丸って。秩父の方にあるのは小丸と、あと人がつくとこなかったかな、駅名で。人丸4駅、友人駅で朝7時から昼14時まで、えらい短い期間ですね。まもなく長門市街行きの列車が参りまして、そう、私もなんか一瞬そう見えました。一丸駅。バッテリー。元大丸。今どれの話だったっけ。一丸と読みます。一丸ですね。地図。あ、本当だ。ホテル陽気館ってのがある。陽気妃の墓があるっていう。あ、本当だ。陽気妃の里って書いてある。で、岬の方があれか。うん、陽気妃の里って書いてあります。それ事実なんですかね、どうなんですかね。事実なのか伝説なのか。陽気妃の墓があるっていう話でしたよ。マダムヤン、なぜキャンプ場がひらがなだ。陽気妃は日本人なんだ。陽気妃日本人なんでしたっけ。キャンプ場、なぜひらがなでキャンプ。嘘つけ、どうなんでしょうね。伝説なのか事実なのかがちょっと気にはなるけど、まあどちらでもいいや、どうでもよい。で、こっち側に行ったらこの湯屋島っていうのがあって、田原、ん、湯屋島と書いてあったり田原島と書いてあったり、どっちだ。でもなんかこの辺り、あの、なんていうのか、刺す、刺し、なんだっけ、好んだものを。日本人説という話なんですかね。というそのマユダ駅的なもんなんですかね。よし、まあ写真撮っとか後でゆっくり見よう。竹島って見えたけど、竹島問題を思い出した。竹島問題。田原は先のちっちゃいのでしょ。ちっちゃいの。ああ、やっぱりあの灯台のあるあれじゃないんですね。今日ああ風が少し弱まったかもしれない。トカゲあるある。さっき駅も結構人いましたよ。なんでちょっと中に入れなかった。あ、でももうすぐ列車が来ますって書いてあったから来るのかな。線路沿い走ってなきゃまずいんじゃないか。ここの線路でまだ列車が走ってるの見てない、今回は。あ、昨日あれ見たのはどこだったっけな。その先に俺の友達の家があるんだよ。友達の家。筋肉痛とかないんですか。筋肉痛、あ、今回大したことないです。全体的にちょっと疲れてはいるんですけど、足動かすときに痛いってレベルのはないですね。セブンイレブンで、え、本当ですか。あ、本当に。私見てなかったんですけど。あ、すれ違った、くそ。今一瞬一両っぽいのが走っていった。あ、悔しいけど、まあ悔しくない、悔しくない、大丈夫大丈夫。音がまたすれ違った。私は見てないんですよ、コンビニの前。ちゃんと映りました。年とともに筋肉痛は遅く現れる。遅く、そうそう、私はこの間、和田峠の時だっけ、筋肉痛がいつ来るかをカウントしてたんですけどね、まだ来てないです。あれは1ヶ月前だっけ。 GoPro で撮れてるんじゃない。あ、 GoPro では多分撮れてます。ただウェブカメラと位置が違うんで、あのうまく、あの金網が揃えてれば。ん、何の面接。アドバイスは誠実に、誠実に、あの上面にしな、上面、いや、か、会社関係だと上面も大事、上面も大事。さすがにお客さんに向かって、いや、これ本当はこうなんですけどみたいなことは私言わないですけどね、仕事では。
本気で怒られた。いいじゃないですか、それでいつまでも毎日走り続けられるんだから。おお、やっぱ風強いでしょ。ほらほら見えますか、この風の風が、そのなんだこれは、水面、川も、お昼は川をか飛び込んだら骨折れるな。これを飛び込んだらちょっとやばいですね。でも泳いでる魚があれ早かな、ちょっと海の海っぽい感じもするけどな。これ海までまず少しありますね。さすがにここは淡水か。乗り合い船ってまだあるのかな。門島船で渡れるんですか。かわいいよ、だとしたらそれは門島、あ違う、門島、角島はですね、割とあの船体に行くまでにアップダウンあるんですよ。船で渡れるんだったら、あーでも片道だけ船っていうのもいいかな。予算は無尽蔵、もう小切手を切るみたいに言いながら、なんか安い宿ばっかり泊まるんですけどね。まあ、あのお金を抑えたいっていうのももちろん一番大きいし、あとは安いところは結構味があったりするので、まあ安くさせられてる方、店側としてはなんかいいことじゃないんでしょうけどね。安くしないと来てくれないような状態になってるんだろうから。金持ちの道楽、あ、なので、あの小さい宿のスイートルームに泊まるんですね。でその安宿に泊まれなくて、いざとなったら本当に高いところでも泊まるつもりではあるんですよ。でも昨日は危なかったな。出張でも安宿派、出張でも、うん、そうですね、ユースがあったら本当にそっちに泊まる感じです。だってあの6000とか7000のビジネスホテル泊まったところで何もいいことないから、あの共同風呂がなくてユニットバスで風呂入んなきゃいけないし、味気もないし、あと狭いですよね、あのビジネスホテルだと。新しいやつは特にユース面白いですよね。デズレの勝ち組のセリフに聞こえた。ん？何を言ってるんだ。ユースあんまり安くないですね。一泊二食で、5000円ぐらい。5000円、なんか今変わった鳴き声のように言いましたね。人の声みたいな。ユースはゲスト料金だと6000円弱ぐらいかな。50万って言った今。セフレイル。ゲスだな。ちょっと言い過ぎました。でもゲスだな。のどかでいいですね。のどかですよね。こういうところやっぱりゆっくり走ってんのいいな。国道合流してしばらくした左脇道が線路沿いです。あ、線路沿い、ありがとうございます。こんなとこに人住んでるんだ、うん、住んでます。あ、今来た、来てらっしゃいませ。今日は天気がいいんですけど、風が強いです。ここで今、岩屋の家が多いね。うお、あれ右の方に行ったら水取れるかな。こんなところ湯ないし。それ、ああ取れるな。うわー、あんな道行きたいな。でも仕方がないからこっち行こう。あ、これなんかマガキみたいですね。大会やは1万ぐらいはするよな。ん？大会やは1万？大会？まあ、見たとこ農業とわかめ、できませんか。前あの函館のちょっと北あたりの、あれなんて言ったっけな、昆布館っていうとこの昆布アイスは結構美味しかった。昆布。セフレは私も年収1000万円超えていた時期は欲しかったですが、ゲストな。漁業、ああ、どうなんですかね。
あとはどこに働きに行ってるのか。昆布とアイスの、すぐですか。まあタイミング合えば。あの昆布館っていうその博物館じゃないけど、昆布製品工場兼なんか博物館みたいなところがあって、そこでなんか流してる昆布の妖精っていう映像がエロいです。私が見に行った時はとてもエロかった。あれは芸術だからということでOK だったのかな。今まだ流してるのかな。給料昆布、昆布の妖精っていう、基本的に服着てない外人女性が泳いでる映像だったと思う。あれはどう隠してたのかよくわかんないんだけど。今も流してるかどうか知りませんけどね。そもそもあの建物まだあるのかな。6、7年前に確か行った時だと思います。2004年か5年あたり。あ、7、8年前か。結構刺激ありました。さっきのわかめアイスでしたっけ、おすすめされないのは。おはようございます。どこの、函館の、いや、秘宝館っていう、ああいう感じじゃないんですよ。割と真面目な、なんだっけ、昆布の何かを使ったスピーカーとか。昆布とわかめは昆布かな。あ、私も前検索しました、出ませんでした。もしかしたらタイトル違ったかもしれないんですけどね。わかめちゃん、シラじゃないからロマンがない。あ、これ左はまた行けるかな。行けますね。ちょっと山に入るかな。ここも触れ合い通りだ。あー、静かになった。獣出ないかな。結構そういうの見たいんですよ。あと触れ合い道路って書いてあった、あれはさっきのあれはゼリービーンズかな。あの柿の種型でピンク色で。触れ合い通りがロボさんの好きそうな道だと思います。触れ合い通り、あれ、すごくサイクリングロードっぽい。あれ、これが触れ合い通りとはまた。んどこに。また嫌なニュースを。これが触れ合い通り？本当になんかイノシシとの触れ合いとかそんな感じですね。すごいな、こんなところが。海のすぐ近くなのに、すっかり 山っぽい。まあでも一瞬だけか。この先もなかなか集落の間抜ける道でいいですね。イノシシの、生イノシシ、本当に野生のやつ見たのは1回だけです。ワイルドだろう。この間臨港で帰った甲斐岩間駅ってとこで見ました。こういう道好きですね。岩間駅行った時何度も行ったな、そのエピソード。しつこいくらいにそのエピソード説明しましたね。私は大橋の画像見たら綺麗すぎた。綺麗すぎた。じゃあやっぱ行かなきゃダメですね、日があるうちに。今の、検索したら綺麗だとかいう人が全部同じとこ書いてたらどうしよう。どこに、あ、住む。あれ、光線的なんですかね。直にそのやり合ったことがないので。九州は日が長くていいね。九州、そう、朝遅いけど夜は遅くまで明るいですね。伊賀駅と人丸駅の間か。
揺れるから、本当ですか、嫌だな。おお。ポッポ島？函館でググったら、ロボさんのホームページに出ましたか？ですよね、ですよね。それ多分引っかかると思う。その時もなんかエロかったって書いてますよね。マタギの人と話したけど、昨日のようでスバが、ああ。地面掘りますからね。なかなかいないと思うよ。確かに。そう、イノシシはなんか四つ足で低い、あの背が低いから。なんかあの熊ほど脅威を感じないような、変えてますよね。海岸線行こうぜ。うわ、海岸線行った。海岸線はもっと風強いんじゃないかな。うわ、まあ角島のあたりで海はたっぷり見られると思います。海岸で、あ、ほらこれゼリービーンズ、深くほらゼリービーンズ、幻じゃなくて、お、こんなとこにバスが、あ、観光バス、陽気日観光バスだそうです。ふれあい通りはふれあいまくります。ふれあいに、ふれあいに来ましたって言って、陽気日観光バスだと地元の観光バスなんですね。もしかしてこれ各自の家に迎えに来たりするんですかね。ローカル、ローカルなサービスとしてだとしたらすごいな。あ、でもあの、本田にスズメ、自家用バスだったりして、自家用バス、バス個人で持ってる人っているんですかね。宿のバスとかあるか。素手で。お。バス？ガス？本拠？チャンマン文字列は知ってます。とりあえずニコ生の世界の話だということだけわかる。でもニコ生、同じニコ生っていうだけでくくられてしまうとな。みんなやってることバラバラですからね。同じ自転車で配信してる人ですら何を見せたいかっていうのは全然違いますからね。陽気人、うん、会話前駅、そうそう、前の市民とのはそこです。いい人がいて、あのリスナーの人は結構自分が知ってる生主同士を絡ませようとしますよね。いい人か悪い人か分かんないけども、とりあえず話はあんまり、あの話題には触れない方向で、いや触れないというのもなんか排他的だな。まあ知らんぷりで。どんな面倒くさいことしないよ。わら、うなは触れないで。今日はどこに泊まる？今日泊まるところが思いつかないんですよ。うん、脇道ありません。 ありません、ありがとうございます。ロボさんが汚れる、うん、あ、寝袋なんだよね。うなこはニコ生の人ってリスナー含め気持ち悪いですよね。気持ち悪い、申し訳ないです。ニコ生の人でございます。どうでしょう、まとに衣装でも増やしていこうか。キャンピングカーの中で宿泊ってどう？キャンピングカー、黒猫山とどっち推し？キャンピングカーだったらもう普通に家とあんま変わらないですよね。旅行は明日の午前中までになんとか下関に着いて、で、あと臨港で福岡の実家に帰ろうと思ってます。帰るというか、荷物発送と風呂入るためだけみたいな感じで、あーあー、下関市場は絶対に寄ってよ。絶対、下関市場絶対って言われるといつでも寄りたくなくなるじゃないですか。指示に反発するっていうわけではないんだけど、繰り返し指示されるとなんかどんどん反発が、反抗心が、死んでもいくかって感じになってきますね。いや、死んだらいけないけど。
猫犬、見た目の可愛さは猫だと思うんですけど、あの心情的には犬の方に肩入れしたい感じです。だって猫ナチュラルで可愛すぎるから卑怯ですよ。なんで人間の目からこんなに猫が可愛く見えるのかおかしいから。メイジ、まあ、会話できる、会話、うん、死にかけの、ブルーオーシャン、まあまあ、カラオケ喫茶のか、これにします。いうこと、ああいうこと、多分そうですよね。実は福岡の古賀市の某箇所、某古賀市、某って言うとアーツさんの真似になるな。アーツさんのあの某はあのぼやかしてるんじゃなくて特典のためにあえてつけてるんですよね。某母親っていうのはアーツさんの母親のことだし、母親ってなんかあれだな、お母さんのことだし。うわー、ダブルキックマシン、これはでも駅ねしやすそうですね。民家そんなに周りに、まああることあるか。で最終列車が、あ結構遅くまで、おっちょっと遅くまであるかと思ったらそうでもない、21時台が最終ですね。ここは1時間に1本くらいはあるように見えるんですけど、細かい字がいっぱい書いてあるから土日は走ってないとか、あと特急も多いんじゃないですかね。でも特急止まる駅見えないな。利用客運行してるのか、うん、運行してます。21時、逆に駅寝しようとしたらそれより後に来なきゃいけないですね。伊上、うん、1時間に1本ぐらいでした。まだここ山陰本線なんでしたっけ、うん、その人の人、あ、そういえば丸部鉄橋でもあの銀色に赤青のラインのやつ見たな。なんだっけ、なんか特急、あ、なんだったっけな、ジオパークなんたらっていう名前の特急じゃなかったっけ、うん、別の、あ、高校生、そう、通学のためにはなきゃいけないっていうのありますよね。